今回のオンラインインタビューは FC 徳島の葛西代表にご出演いただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。葛西代表は中学イレブンでは、去年の春の四国リーグ特集とあとは地域決勝で、ね、はい、金沢会場での、最終日のインタビューにご出演いただきまして、四国リーグ、まあ、全国どこのリーグも、まあ、少なくとも前半戦は、まあ、止まってしまった、まあ、地域によってはやらない、ね、リーグもいろいろなある中で四国リーグは、確か6月の中頃ですかに比較的早くから、はい、リーグ戦っていうものを始めることができたと思うんですけれども、まあ、そこ、はい、まず試合を開催する、まあ、どういう基準とかどういう判断があって、四国リーグの開催を、まあ、再開という形で、こぎつけることができたのかっていうところをちょっとお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。はい、四国リーグに関しましてはまず一番大元はですね、前期が4月の1週目からスタートする予定になってました。しかし新型コロナウイルスの感染拡大によりまして3月の中旬ぐらいから本当にこれできるのかっていうふうな話になって、まあ、開催直前の3月の最終週にですね、四国サッカー協会さんからの通達もありまして、一旦まず1週目2週目、第1節第2節は中止と、あ、中止というか、まあ、中断延期ということで、その後すぐ臨時の、四国リーグの運営委員会が開催されまして、その場で、実質まずはまあ前期はもう無理でしょうと、まあ、少なくとも5月いっぱいはできないですよ、で6月もわからないですよ、まあ、でもちょうど四国リーグはもともと6月の、終わりの方から、後期が始まる予定になってましたので、とりあえずはまあ前期をすべて、中止で後期からやりましょうというふうなことで、運営委員会で4月に決まりました。で、しかし、その席上でもですね、やはりまあ、リーグの参加している選手の中には家族がいて、で、まあ、子供さんがいたりとか、医療従事者の奥さんがいたりとか、まあ、いろんな背景が選手によって、家庭ごとに違いますので、そういった中で、やはりまあ選手から、今年はやるべきじゃないだろうっていうふうな声があったチームも、あったように聞いてます。で、そこで、まあ、そういうふうなことにも配慮して、基本的には、まずは、どこのチームもコロナの感染者もしくは濃厚接触者がないことを開催の前提として、万が一、まあ、そういうふうなケースが発生した場合については、中断もしくは中断もしくはその段階で四国リーグの打ち切り、そういうふうなことでスタートしております。で、その中においては、まず、2週間、試合前2週間の各選手個人個人の健康チェックシート、これは日本サッカー協会の方からもガイドラインが出てましたけれども、各地域 EFA の方からも、そういうふうな新型コロナウイルス対策の健康チェックシート、ガイドライン、それぞれ出てますので、まあ、それに基づいて、毎朝の検温、それから体調のチェック、それを日々やりまして、試合の当日にはその2週間分の各、まあ、登録というか出る予定の選手の分、それからスタッフの分の一覧を提出して、問題なければ試合開催、万が一その中に問題がある場合については試合はできません、そういう形でスタートしております。どうですか、四国は、まあ、例えば関東リーグだったら東京を抱えたりとか、関西リーグだったら大阪だったりとか、まあ、あとは九州だったら沖縄とか、そういう結構感染が広がっている地域が他にある中で、まあ、四国の中ではそれほど、まあ、コロナまだ、まあ、流行ってないというか、そこも大都市ほどひどくはないのかなっていう印象はあるんですか、どうですかね。当時は少なかったですね。うん、当時は、この第一波と言われた3月、4月、5月、この時期というのは非常に少なかったと思います。まあ、徳島県なんかでも、よく出て5人トータルで5人とか6人とかいうところでしたので、それもそのうちの半分近くは、まあ、県外との関連というふうな中において、少なかったというのも開催できた一つの基準というか、目安だったとは思います。
まあ、でも今になっては非常に増えてますんでね、この第2波に関しては、まあ、徳島県でももう100人超えましたから、まあ、そういう中では、ここから、この後開催っていうのは非常に神経尖らせながら各チーム、気にしてやってるところではあります。そうですね、県内でいうと確かウォルティスさんも選手が出てしまったりとかして、もう非常にちょっとビリビリしているところもあると思うんですけど、やっぱりそうですかね、サッカー関係者としてね。まあサッカー関係者として、高校生は早退が中心になったりとか、まあ、いろんな各カテゴリー、我々のカテゴリー以外についてはもっと厳しい基準でやってきてますんでね、まあ、その中で、模範となるべき一種という部類のところが、カテゴリーがやはりまあそういうことを起こしてはいけないということの一つと、でもう一つはクラスター化してしまうと非常にまあ社会的な問題になる。で、まあ、例えば我々もそうですけれども、ユニフォームなんかも含めて練習着も含めていろんなスポンサー企業様に、まあ、助けていただきながら日頃サッカーも運営できているので、まあ、そういうふうなスポンサー企業様に対しての迷惑をかけてしまうかもしれないっていう、まあ、そういうふうな危機感、緊張感、これがすごくまあ負担になったなという気はします。まあ、そうした感染対策とかまあされている中で、まあ、なんとか四国リーグは後期日程を始めることができたってわけですが、とはいえ、試合の方はまあ前期が中止になってしまって、半分になってしまった。あとは、前者もなくなってしまったの、まあ、すごい大きいですよね。そのあたり、まあ、チーム、まあ、みんなサッカーをするため、試合をするために県外から徳島で、ね、プレーしようとかっていう選手も結構、今年はいると思いますが、そういう選手たちの、まあ、試合という場がなくなったことで、どういった、まあ、モチベーションの維持であったりとか、そういうことは取り組んできましたか？まあ、おっしゃる通りでしてね、まあ、この3月の後半に新型コロナウイルスという、まあ、初めて聞くようなウイルスの拡大が広まって、でそこからまあ練習、合同練習 の、まあ、中断、まあ、自粛ですよね、まあ、そういうのがあって、まあ、4月で実質4月の26日ぐらいから徐々に、まあ合同でのトレーニングを再開したりとかしましたけれども、やはり、まあ、合流して間もない時点でそういうふうな問題にぶち当たったということは、やはり、まあ、各選手にとってはすごい精神的な負担になったと思います。で特に選手の周りの友人、それからご家族、そういった方々との行き来もできなくなる。どうしてもエリア外への移動があった場合については、戻ってきたとしてもやはり2週間、待機期間を設けてもらったりとかですね、そういうことがありましたので、その精神的な負担っていうのは我々が思う以上に選手はすごく感じたと思います。でそういった中でなんとか、まあ、試合の開催にはこぎつけたいなというか、サッカーをできる環境は、残してほしいなっていう中で、まあ、やってきたわけなんですけれども、まあ、そこも大きな葛藤はありましてね、チーム内でもこういうふうなリモートのミーティングを数回行いまして、何よりも一番大事なことは、選手個々の生命、まあ、命の方が大事だよっていうところの中で、いろんな選手の意見確かにありました。しかし、まあ、その中で、それぞれが選手間での思いやりも持ってですね、で、それから、まあ、地域への感謝、周辺への感謝、いろんなものを例年以上に犠牲にしながら、各選手はトレーニングに励んでサッカーに打ち込めたと思います。そういった中には試合数は確かに減りましたけれども、いつもの例年よりもやりたくてもできない、そういうふうな体験をしたことは選手にとってはプラスになっていると思いますし、で我々としては、まあ、そういった中でいかに感染拡大を防ぐか、例えばサポーターの方々との交流であったりとか、スポンサーの方々との交流っていうのも本来もっともっとやるべきことではあるんですけれども、
今年に関してはそういったものも全て自粛ということになったので、そういったところを今現在は、チーム内のスタッフなんかで、SNS の、更新頻度なんかを上げながらですね、対外的なところでの、情報提供、交流、こういうところを深めてですね、で各選手においては、今年は早朝トレーニング、人にあまり会わない時間帯、朝5時45分からですね、朝の7時まで、トレーニングをしたりとかいうところで、対外的な、社会からの目をね、いかに優しい目で見てもらえるかというか、そういうところを気にしながら選手自身が工夫して、しかも苦労して頑張ってやってくれたので、ここからにおいてもなんとか最後まで、リーグが、無事終了するまで続いてほしいなとは思ってます。で、前者の中止の件に関しては、あらかじめやはり地域の事情があったと思うので、今年に関しては三重ということで、で、その前にも鹿児島国体が中止になるかもしれないっていうふうな情報がありましたから、前者が、なくなるかもしれないよっていうのはもう我々も春先から、話はしていたところではあったんですけれども、そこで10月が丸々国体もないし前者もないしっていうことで丸々空いちゃうので、そこの部分をどういうふうに調整するか、これは今後チームにとっては今まで経験したことのない大きなリスクになると思うので、11月の地域決勝に向けて、そこの調整が大変やなっていうのが今正直な気持ちです。どうしてもやっぱりチームっていうのは、春に選手が揃って試合を重ねていくごとに、成長していって、どうしてもやっぱ練習試合とかそういう、練習とかの場では得られない、やっぱり公式戦じゃないと得られない、そこの成長とかチームを、束ねていくとかっていうところがあるんですけど、地域決勝、11月の地域決勝を迎えるにあたって、そういったいろいろ試合数がない中で、かなり試合数が減ったというところで、そこの、難しさっていうところ、現場の、監督以下、皆さんもかなり、試合を実際に始め何試合か進んできたタイミングですけど、実際に難しさとかっていうところは感じている部分はあるんですか？やっぱりチームの形を作っていくのはもう本当に PDCA の中で、サイクルの中で作っていくもんだと思うので、そういう意味では監督を含めスタッフが、監督中心にこういうプランでいこう、こういう戦術でいこう、こういうシステムでいこう、こういう選手構成でいこう、いろんなことを考えたとして、それを実践する場がないっていうのはもうどうしようもないなと思ってます。練習試合に関しても、やはり県外への移動っていうのが、結構制約があるので、これ今でもありますから。なので、そういった意味で、徳島県内、過去、去年まであまりなかったんですけれども、徳島にも高校サッカーなんかで、全国で活躍してる学校もあったりとかですね。そういったところなんかと、今年初めて練習試合を組んで、複数回、試合をしていただいたりとかですね、そういう地元に対して、地元の方々に支えられて、その試合の機会というのは全くないというよりは、どちらかというと今までにない切り口で、試合練習試合なんかは組んでいただけたかなっていうところに非常に感謝はしています。で、そうですね。で、あとは、そこの、チームをどう作っていくかについては、昨年の地域決勝の時にも感じて、今年ぜひやりたいなと思ってたところっていうのは、やはり、戦術の理解度だったりとか、そういうふうなそれぞれ個々の選手それぞれの価値観、それから、意識づけのレベルを統一、均一化していく、そこに非常に重点を置いて考えてたので、そういう意味ではこういうふうなリモートミーティングだったりとか、今監督なんかが、YouTube 上に、試合の戦術だったりとか戦い方、いろんなものをアップして、それを試合前に全選手で、一度目を通してとかいうふうなことが今までないことができているんでね、それは、以前にない形でひょっとしたらいい方向に行ってるかもしれないですよね。どうしてもグラウンド上っていうのは、それぞれの選手も熱くなってますし、その時その時はプレーに一番集中してますので、
そういうのを冷静に振り返って、もしくは、明日の試合のための、戦い方なんかの、プレビューをして、そういうふうなところで、意識づけを少しずつ高めていく、合わせていく、その作業が、こういうふうな事態になって初めて、こんな便利なもんがあるんだっていうのに気づいてですね、できている感触は、今、いい感触で、感じております。まあ、その、ピッチ内の面で選手、監督、すごいいろんな試行錯誤をされて、まあ、頑張ってるところだと思うんですけども、葛西代表も、まあ、一経営者として、まあ、このコロナっていう時期を迎えるにあたって、いろいろな、まあ、大変なことがあったと思うんですが、まずその経営者としてはどういうところが大変でした？まあ、まあ、一番はやっぱり、まあ、スポンサー企業様に対しての部分ですよね。うん、特に、まあ、閉店といいますか、店を開けられないスポンサー企業様もあったりとか、まあ、企業であったとしても、企業の場合は、まあ、出張の自粛とか、いろんなことで業績に影響したり、製造の現場を持った会社であれば、製造現場が、ラインを縮小して、人員を少なく減らしながら、コロナ対策をしてやってるっていうふうな、それぞれの企業が苦しい中で、我々が果たして、サッカーするためにお金出してください。で、そういうふうなことをどこまで求められるかっていう、まあ、そのジレンマ、それとその危機感、とは言ってもそういうのがないと運営できない。そういうふうな狭間の中では、非常に苦しい一年になってます。これはもう今現在もそうですね。例えば試合数が半減するということは、本来であれば、一般的な広告として考えるとですね、まあ言えば広告本数が減るわけですから、じゃあその減った分どうするのっていうところについて、我々がどういうふうに答えられるか、そういうふうなところもありますしね。で、かといって、じゃあ、露出を増やす、接触を、増やす、それすら制約があってできない。まあ、ですから、まあ、これはまあ、我々のクラブだけに関わらず、まあ、全国的にも、やっぱりこういうふうな、自分たちの自前の自己資本だけでやってない、チームにとっては、非常に苦しいと思いますし、我々も、その中においては、もう、今までかつてない苦しさ、それは感じてます。で、まあ、一部、やはり、サッカーのスクール事業とか、そういうふうなものも収益の柱になったりとか、してましたけれども、それもできなかったという、中断するということになりますとね、その中断したタイミングで、そういうふうなスクールから離れていく子どもさんもいたりとかですね、いろんな判断がありますから、まあ、そういうふうな中で、じゃあどう工夫するか、そういうふうなのをいきなり突きつけられた感じです。でも振り返って考えてみると、我々のようにJリーグを目指してないチームにとっては本来最初からまあそういうふうな課題があるっていうことをもっと真剣に向き合ってやる必要があったなっていうのは、自分自身に対しての戒めも含めて、今感じています。やっぱり、J リーグを目指す地域クラブ、目指さない地域クラブ、ここは同じようにはできない部分もありますし、まあ、いろんな意味で、その地域の中での必要性、ここに関して、もっともっとまあその地域のために何ができるか、地元のためにどういう貢献ができるか、そういうところにスポットを当てたチーム運営をしっかりやらないと、さらに厳しくなるなっていうのが、まあ、自分たちでも気づいたっていう面は良かったと思います。まあ、選手の中には、その先ほどお話にあったスクールの、まあ、スクールの講師として活動していた選手とかもいると思うんですけど、まあ、その他にも、まあ、選手のその雇用先であったりとか、そういうところもかなり苦しい状態の中で、選手の暮らしっていうところも、まあ、ちょっと考えていかなければいけないところもあったと思うんですけど、そこに対して何かサポートみたいな、まあ、ところはあったんでしょうか？
まあ、これは各、まあ、採用していただいた企業様、各社様からのご配慮、そういったところに支えられた方かなと思います。チームとして、そういったときに何か、そこをサポートできる、それほどの余力はありませんでしたので、そういった中においては本当に、地域 の、まあ、そのいろんな企業様に助けられたと思いますね。例えば、休業を余儀なくされた選手もいましたけれども、まあ、休業保障が出たりとかですね、まあ、そういうふうな中で、まあ、収入としては減る部分はありましたけれども、全くなくなる、そういうことはなかったかと思います、まあ、でもその中で選手自身もやはり、まあ、そういうふうな感染するリスクが高まった、で企業様にとっては、逆の目で言うとね、そういうふうないろんな集団で集まって練習したりとか、そういう人らが職場に来て大丈夫なのかっていう不安が企業側も多分あったと思うんですよね。でもまあそういったところについて非常に深い理解と、そういうふうなご配慮をいただいたおかげで、一番苦しい時期は乗り越えれたかなと思います。それだけサポートをしていただいたら、もうあとは今シーズン残り勝たんといかんというところになりますね。まあそうですよね。結果で、お返しする、まあそれしかないと思いますね。まあそういったところも、各選手が、非常に職場の方々、それと地域の方々との、コミュニケーション、これ例年以上に、気にして取ってくれてると思います。で、これはもう本当に、選手に感謝するところなんですけれどもね。なので、そういうところ一体となって、これから結果でお返ししたいなと思いますね。まあ、特に四国リーグは、約12年ぐらいですかね、徳島県勢優勝したことないので、以前、徳島ボルティスセカンドというチームが優勝して以来、徳島県のチームの優勝はありませんので、ここについては仮に、まあ、後期だけのリーグ戦なので公式記録になるかどうか分かんないですけどね。まあでも、一つの形として、そういうふうな、ところを一つ、まず目の前の目標としてやりたいなとは思っています。まあ試合も、まあ無事に、まあ今のところはまあ始めることができて、ここからまあ8月も終わったらもう9月、10月がないから飛んで11月か。もう重要なシーズン、もう重要な試合だけしか残ってないみたいなところになると思うんですけど、最後になりますが、今シーズン残り、まあ、こういう年ですけれども、どういうところ、まあ、去年、一回、チケツっていうところをね、GCL ってところを経験して、またいろいろ思うところもあると思うんですけど、まあ、天皇杯、四国リーグ優勝、GCL というところを控えて、まあ、意気込みというか、いただけたらなと思います。はい。まず一番大事な、一番思うことは、やはり、今年ほど苦労、これほどの苦労した選手、それぞれ、今までない経験をしたと思うんですよね。苦労したと思うので、一番思うことは、やはり、各選手が、自分自身にとって、一番最高のシーズンになってほしいな。それが一番のところの希望です。で、あとの、まあ、地域 CL も含めたリーグ戦、この試合の部分、これに関しては、今後のこの新型コロナウイルスの感染拡大状況によって、どうなるか、それは我々にも分かりませんけれども、そういうふうな機会がいただけた場合についてはですね、まあ、全力で、その結果を求めて、で、その結果を持って、地元の方々と、地域の方々と一緒に、まあ、喜び合いたいなとは思ってます。まあ、あとはね、やっぱりこの地域 CL と、まあ、天皇杯も、まあ、再開になるというふうなところもありますし、まあ、我々のチーム以上に今所属している選手個々の部分にも注目していただけたらなと思います。本当にいい選手が揃ってますんでね、今年。はい、ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。本日はもう本当に貴重な機会をいただきまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。はい、本日のインタビューは FC 徳島葛西代表でございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。